こんにちは、こんばんは、ネムネムボーイのタクミです。はい、ということで今日はですね、ただいま朝の7時でございます。まだね、ちょっと寝起き声、寝起き顔なんですけど、今日はですね、ひなりが今日リモートワークということで、朝ごはんを作って素敵な朝をプレゼントしようの粉。なんか以前から何回か朝ごはん作っていい朝迎えようみたいなやってるんですけど、今回はそれの第3弾かな。今回は和食を作りたいと思います。2週間前ぐらいからひなりに和食の朝ごはんどんなのが好きっていうのを結構聞いてたので、今回はそれを作っていこうと思います。まだちょっとね、食材足りてないものがあったので買い出しに行こうかなと思ってるので、先にお米だけ炊いて買い出しに行きたいと思います。ということで、レッツゴー。はい、ということで今日の献立はですね、おにぎり、お味噌汁とだし巻き卵ということで、とりあえずお米を炊いていきたいと思います。ということで今日は2合炊きたいと思います。ということで炊きます。じゃあ今から買い出しに行っていきたいと思います。ということで、ただいま暑い、ちょっと余計なものもいろいろ買っちゃったんでしまいます。これ最近ひねりがめっちゃハマってるプリン、見つけると買っちゃうんだよね買ってきました。よし、ということで、あともうちょっとお米炊けるまで時間がかかるので、まずは鮭を焼こうかな。ということで、こちらうちにはね、コストコで買った冷凍した鮭の切り身があるんですよ。お腹側の部分なんですけど、お腹側の部分ってやっぱ脂身が少ないんで、刺身じゃなくてね、焼いたりして食べることが多いんですけど、今回はこれを使っておにぎりの具を作っていきたいと思います。跳ねそう。お米が炊けました。オープン。うわー、めっちゃカメラ曇ってる。で、なんかおにぎりは水分量を減らして炊いた方がいいらしいです。でんぷんは空気に触れることで少し硬くなるらしいので、こうやって空気に触れさせてあげるとお米が潰れずに済むらしい。ということで、鮭はここで余熱で温めてるので、その間にお味噌汁を作りたいと思います。はい、ということで味噌汁を作ります。半分ぐらいでいいか。なんか今日のおにぎりの具なんですけど、ひなりの好きな具がたらこと鮭と梅干しなんですよ。で、今回はそれを3つおにぎりでちょっと重いなと思うので、ちっちゃめのおにぎりを3つ作ろうかなと思います。本当わかめもね、水で戻すやつじゃなくて生わかめ使いたかったんだけど、ちょっとめんどくさかったんで練習します。切ってからすぐ入れればよかったです。よし、解くやつがないんでこれで解いていきます。よし、どうだろう、味薄そうだな、まだ。あ、もう少し入れてもいいかな。よし、オッケー、味の素。ひなりはね、甘い卵焼きよりしょっぱい卵焼きが好きなんで。うわっ、最悪。よいしょ。油が馴染んできたら一回キッチンペーパーで拭き取るらしいです。もうちょっと、俺ね、初めて作るんだよ卵焼き。今ここで言うなって話だけどね。半熟状態で卵に寄せる。ぐちゃぐちゃだけどいいのかな。ひっ
くり返せるかな。ああ無理だった。あでもまあ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 薄く引くね。薄く卵を引いてでくるくる巻くんでしょ。これは難しいよね。こっちから巻くってことか。いい感じいい感じ。おおおおお、ぽくない？めっちゃぽくない？おお、よしよしよし、いけるか。ちょっとお皿に一回出します。はい。おお、どう？意外と上手じゃない？いい感じにできました。やった。ということでそろそろ完成するので左を起こしに来てと思います。あいちゃんおはよう。来て。ご飯できたよ。朝ご飯ができました。めっちゃいい匂いする。何から握りますか？熱い。熱いよ。こんな感じ。米をのせる。隠す王みたいな感じ。そうそうそう。で、握る。どうですか？おいしそう。でーん、おにぎり完成。梅のりみたいなやつを乗せてました。なんかできることある？ねえ、じゃあ納豆をさ、混ぜ混ぜしたくない？あ、たらこもあるわ。どれがいい？焼きたらこがよかったのか。こういう焼きたらこって言えばいい。ネギ道の体験だ。うわ、手がやられましたか？冷たい。意外と。お、意外と。うん。おー、かわいい。完成しました。美味しそう。うまそうにできた。いただきます。納豆からいっちゃおうかな。くぜ。あ、やばい。うん、いいね。朝ごはんって感じ。納豆にきうまいね。うまいよ。お鮭からいただきます。はい。うん、だし巻きね。だし巻き。うん、すごいじゃん。うまい。うん、よかった。ちゃんと卵焼きになってるね。うん、負けた。うん、すごい。納豆うまいね。うまい。なんかもうちょっと塩入れてもよかったかもな。お米だってか、普通に手にもうちょっとあれしてつけてよかったのか、うん、入れたつもりだったんだよ。どれが一番美味しかった？納豆かな。やっぱうまいよね、納豆。うまい。梅もうまいね。うん、ちょっといい梅のおにぎりみたいになってる、うん、このおかかみたいなね。うん、